はい、さあ、しましょう。会長、会長です。恋の街。こっちへサビラ。スーパー美味しい。マンゴーです。ああ、いいね、まだ。ですね、今日は、うん。スイート今日は3名で、ジミーさんとクリスさんと、俺と、3人で、電動一輪車で、まだ、あちこち、走りました。結構楽しかったですね。今日はそうですね、まあ電動一輪車だね、ぐるぐる回ったのがちょっといい運動になったのかなっていうことですかね。あとまあいいこと、まあ事故もなくね、怪我もなく無事ツーリング行けたことですね。でそれと、まあ、まあカリフォルニアはね、こう気候がこうなんていう、砂漠気候なんでカラッとしてるんですけどね。やっぱりこう、海側じゃなくて、今日はね、ジミーさんの家の近くなんで、内陸部の方でね、こう、あっち行ったり、こっち行ったりしたんですけど、結構やっぱ、もう夏らしい感じがしてきましたね。暑いっていう感じで。でね、海に行くとね、やっぱりね、寒流が、海の水は寒流なんでね、海の水が冷たいせいで、結構ね、海のそばっていうのはまあ夏でも寒いって感じなんですけどね。今日は結構汗かいたような気がしますね。で今もねちょっとフィットネス入って、フィットネス入ってったらもちろんそうですけど、ジャグジー入って、でそれからスティームサウナ入って、でシャワーして帰ってきたっていうやつなんですけど、うん、結構ねすごい坂がありましてね、ボートがねこうすごい角度の坂をね、やっぱこっちの車でかいですから、タンドラーとかそういうそのトヨタのね、日産にもありましたね。日産は何だったっけ？で、フォードとかね、でかいのでね、こう湖にこう、ものすごい傾斜なんですけど、楽々とね、ボートをこう引き上げていくっていうのを見たんですけどね、湖、ラムになってるところで、こう、なんか、すごかったですね、あれは。で、ショートにも上げてるんですけど、撮り方がわからなくてじゃなくて、撮り方がね、うまくいってない撮り方してるんで、そんなに坂なのかっていうのはね、こう、わからないっていう。で、電動一輪車もね、もう山のところ、こういう斜面の、アスファルトではあるんですけど、すごい斜面のところをね、登っていて、クラリをね、そういう形で撮ったんですけど、全然こうクラリには見えないみたいなね、撮り方になっちゃってましたっていうやつですね。うん。そうですね。今日はそんなところですかね。まあ電動一輪車でね、3人でぐるぐるあっちこっち回って楽しかったっていうやつですね。あ、そうだ。午前中はね、洗濯屋さん行きまして。シーツやらね、一週間に一遍ね、こう、ズボンやら、上着やら、ね、アンダーウェアやらとかを一週間に一遍洗うんですけど、
で午後からですね3人でこう電動一輪車であっち行ったりこっち行ったりしながらまあね楽しかったですね。まあいいことっていうのはそうですね、何気ない毎日なんですけどね、こう本当ちっちゃなね幸せみたいなのをこう探していければいいかなとかって思いますよ。ワンパターンなんですけどね、絶えず心のバランスを取るためにちっちゃいの、まあね電動一輪車に乗ってる時には風を切ってねこう走ってるっていうことがねすごく気持ちいいんですよね。でまあバランスをねでこう右に曲がっ右横っちか左に曲がったりとかっていうのをやるんですけど、まあよく聞かれるんですよね、どんなしてこう乗ってるんだみたいな形で人によく聞かれるんですよね。今日も何名かにねこう話しかけられて、どれぐらいの速さ出るのとか、止まる時にはどうするのとかっていう形でね、こう全部ねバランスなんですね。こう前にするとこう早く進みますし、後ろにこう体重をかけるとブレーキがかかりますし、こう右に曲がろうと思ったら右にこうオートバイみたいにこうバランスをこう傾けると右に曲がっていくんですね。まあ左は左に傾くみたいな感じで、でももちろんオートバイよりもね一本しかタイヤがないんでね、あのバランスっていうかもうほんのねこうちょっとしたスピードでもねすげえスリル感を感じることができるんですね、この電動一輪車ね。まあ日本でもねこう走れたら普通の道とかね走れたらいいんですけど、日本ではちょっとナンバープレートがないと走れないかもしれないっていうのは聞いてますよね。まあアメリカではねこう自転車と同じようにナンバープレートとかなくてもこう走れるんで、その点はこうアメリカっていうのはある意味では寛大なのかなみたいな感じですね。あのスクーターなんかもねこうナンバープレートも免許もいりませんしね。そうですね、あとはどうなんだろうね、綺麗なね景色を見てあーいいなーとかって、ラムとかねすごいなーとか今日思いましたねまあ普通と変わらないっていうかな、まあこっちでもね電動一輪車まだマイナーっていうかね、ほんとね見たことがないっていう人たちが結構いたりするんですよね。まあかなりねこう増えてきましたけどね、あちこちでね電動一輪車アメリカでは。だからこうよくねわーすごい、わーこれ何みたいな感じで聞かれることとかあるんですけど、まあ見もめもはひふへほっていうやつですね。でまあまあいつもね皆さんご視聴していただいてありがとうございます。また大谷さんがね23号のホームランを打ったっていうことでなんかすごいですよね彼ね。いやーここからエンゼルス、まあアナハイムですからサンディエゴからだったら1時間ちょっとぐらいやれば行けますね、高速走っていくとね。もうちょっとかかるかな、1時間半ぐらいかな、1時間半ぐらいあれば行けるんですけどねねえ、あんなに大活躍して世界中で有名になってるんでね、そのなんかあれですよね、なんか勇気とかいろんなものをね頑張ってるっていうのを聞くと世界中の人から愛されてる日本人みたいな感じでね、なんかこっちまで嬉しくなっちゃうみたいなやつですよねまあそういうことで今日は大した話題はなかったんですけど、まあ明日また野菜またベジタポピピ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 ピポポポポポポ